はい、それでは各団優勝インタビュー、まず今場所の幕下優勝鳴戸部屋の高安さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。西の13枚目での優勝ですから新十両昇進がほぼ確実なんですが、気分どうですか？そうですね、今まで目指してきたんでとても嬉しいです。しかも平成生まれで誰が最初に関取になるかというのが、ね、一番になりました。そうです、心の中ではいつも思ってたので現実になって嬉しいです。平成生まれで最初にやろうと。そうですね、思ってました。そうです、はい、今日はその決めた相撲は春日山部屋の松鳳さんとの相撲だったんですが、どういう気持ちで相撲を取りましたか？そうですね、動きが激しいので、捕まえて自分の体勢に持っていければ勝てると思ってました。それで張って左四つに組み止めたんですね。自分の得意の形に組み止めれば大丈夫だと思うので、はい、この相撲を前に師匠からもアドバイスがあったと聞いています。そうですね、細かいことは言われなかったんですけど、自信を持っていくようにということで言われました。その通りの相撲が取れました。はい、取れました。振り返りますと、去年の春場所から8場所連続で勝ち越して番付を上げてきて、先場所負け越しがありましたよね。今場所どんな気持ちで臨んだんですか？そうですね、先場所負け越した分取り返そうと思って頑張りました。相撲内容、このところ何が良くなってきました？そうですね、前までは攻めの迷いがあったんですけど、今場所は自分の考えがところがやっぱ本場所で出してるんで、そこがいいと思います。はい、中学を卒業して、5年半でですね、ここまで来たわけなんですけども、振り返ってどうですか？長いようで結構短かったです。はい、何かこう支えになるようなものがあったんでしょうか？そうですね、やっぱり両親の応援が一番支えになりましたね。はい、今日の相撲を終えて報告はしました。そうですね、電話の方で自分の母に連絡しました。何て言われました？まずはじめにおめでとうということで言われました。どんな気持ちになりました？やっぱりそれまで実感が分からなかったんですけど嬉しかったです。一つ親孝行ができたという話になりましたかね。まずそうですね、これで一つ親孝行ができました。いよいよ来場所はですね、新十両昇進ということになりそうですが、どんな相撲を取っていきましょうか？もっと力をつけて、それ豪快な相撲を取りたいですね。目標とするような位置、そうですね、師匠のような力強い相撲を取りたいです。横綱隆の里なるとはやかと、はい、ますます力をつけてください。ありがとうございます。おめでとうございました。ありがとうございました。今場所の幕下優勝鳴戸部屋の高安さんでした。3段目序二段は優勝決定戦になります。